一応ラテラン大聖堂、地球座聖堂の剣道を祝います。私たち自身の剣道も祝う、思い起こす可能性です。私たちの家族も神の神殿、神のために性別された神殿、剣道された神殿、あなたの人生、あなた自身、あなたの息子、あなたの娘、あなたの共同体、私たちの共同体、教会はそういうものでしょ。で、各教会、私たちみんな、ラテラン、つまり教皇様、つまりローマ教、ローマの神教の地球座聖堂の体内でみんな生まれたと。すべての母の母、とっても大事な祝いですよ、今日は。だから言わなければなら、今日、私たちが祝うのは、私たちへの主、イエス・キリストの熱意。主、イエス・キリストの熱心。彼がどれほど私たちを愛してくださるか。どれほど今日私たちを愛しています。どれほど彼が、私たちが自分の人生をゴミ箱に捨てるということを言ったがれない。嫉妬を感じて、あなたが私のもの、あなたが私のもの、どうして悪魔にお金、いろんな偶像に自分自身を捧げようとする、どうして悪魔に剣道されている、あなたの人生は悪魔のための神殿ではない、私があなたを救ったのはそのためではないでしょう、どうしていつも商売する、どうして相手と話し合って近づいてなど、すべては相手を捕まえるため、相手を自分のために使うため、そしてそのためにどうして自分を渡す、自分を売る、そしてこの汚い商売、どうして神さえも捕まるために商売をするのか。だからキリストが今日、私があなたのこと大事です。私があなたを愛しています。剣道をしようとしています。あなたが私を通して御父に捧げるものですよ。捧げるものとなることができる。これがあなたの感性です。これしかあなたの感性はない。ありません。あなたは神に全てを捧げない限り、完全なものとならない。完成されているものではない。あなたが不完全。いつも乏しい、乏しい。だからキリストは今日、この無知を思って、私たちの人生に来る。まあ、きっと来るだろう。最後には、弟子たちは、イエスと聖書の語られた言葉と信じた。信じるために、私が先にあなたに述べ伝えなければならない。教会の使命はこれです。いつも福音を述べ伝える。福教は、福音の宣教は、前もってのことです。予言的なことです。いつも予言的な事実を照らし、そして神様がどういうふうにその事実に働くということを宣言する、予言する。これは良い知らせです。だからあなたが私も奴隷されています。48年もかかったの。立てるのが。あなたの人生。あなたが騙されて、自分が神様のために捧げられた神殿ですよ。私がやっていること、ほとんど神のためですよ。もちろん罪人だけど、なんとか教会に行ったり、歌を歌ったり、祈ったり、お金出したり、施したり、まあ子供を産んだり、私がそんなに悪くないでしょう。神にある程度まで捧げられているものじゃないか。48年かかった。40年、8年も。いつも教会に言った。違いますよ。あなたが私もね、建てた神殿が自分のターン。キリストが今日福音を述べ伝えます。この状態にいるあなたに福音を述べ伝えてくださる。私がこの神殿を壊す。この神殿を壊すというと、あなたのことと自分のことでも語る。むしろ、まず自分のことについて語る。そして自分の体について語っているから、あなたの人生のことについて語る。彼自身にはこの死と復活の神秘が起こられたので、あなたにも、あなたの家族にも、あなたの息子たちにも、娘たちにも、あなたの夫婦にも、あなたの兄弟にも、同じ死と復活の神秘が行われます。実現されます。わかる？これは良い知らせ。これはキリストの熱意、キリストの死と、キリストの技です。だからこの鞭を取ります。この鞭はフラジェルム、ラテン語でね、彼が鞭された時の同じものを使う。だから彼の行われたことは予言的なこと。頼んだ印は自分自身です。彼が神殿の中でやったことは、すぐ後、ユダヤ人たちにローマの帝国の兵士の手を通して彼に対してしました。この鞭が彼のためでした。だから今日、うちがあなたに届く。私にも届く。誘惑、難しい状態、子供の罪、病気、仕事との問題、いろいろ。もち、私たちを清める。もち、このもちは先にキリストの肉に届いた。キリストの肉に怪我をしました。だから、あなたの怪我はキリストの怪我となる。
キリストはあなたと共に今日苦しむから、あなたと共に改めて恩人に剣道することになる。あなたの今日の歴史は素晴らしい。あなたの明日の歴史、すべての出来事は神の愛の印、神の愛の事実を実現する。神の愛、あなたのための神の熱意、神の慈しみ、神の愛。あなたの人生は神への神殿に復活するためです。立て直すという動詞はギリシャ語で復活すること、そして壊すという動詞は解く、鎖を解く、紐を解くという意味です。だからキリストは今日すでに出来事に入って悩んで復活した、その出来事を通してあなたに近づいて、あなたの全ての奴隷から解放する、あなたを縛る鎖を解く、壊す、そしてあなたを立て直す、つまり復活させる、あなたの罪をすべて許す。神があなたを愛する。キリストを渡すまで、自分の息子を渡すまで、神ご自身があなたを愛しています。こういう経験があれば、あなたの人生がまるで変わる。こういう経験が毎日あると、いつもあなたが商売の心から神に捧げられている心へ道を歩む。この変化は信じるため、信仰の道。この出来事が起こられる時には、あなたが私が、これをあなたに宣言した、復興したということを思い出して、聖書とキリストに信じることになります。今日話す言葉、語る言葉が事実です。真理の言葉、神の言葉です。私が今あなたに伝えることは実現されます。きっと実現されます。あなたが死んで復活するだろう、今日。今日も、そして死と復活によって清められて、あなたが少しずつ、毎日、自分の前に現れる祭壇に自分を贈られ、捧げられます。主人のため、奥さんのため、両親のため、子供のため、敵のため。これを見た異邦人は、キリストを信じるだろう。教会が述べ伝えた福音が、あなたと私には、教会の神への権威を落とす。確かなもの、実現されるものということを見ることができる。